個人投資家と大口投資家といえば相場の2大勢力ですがこの2つの勢力の相場での振る舞いは全く異なります。 今回は皆さんも大きな関心を持っているであろうドル円相場での個人投資家のポジション動向について実際に発生した6つの具体例を紹介しながら個人投資家の特徴と個人投資家がここ数年のドル円相場でどのような戦略を取っていたのか6番勝負としてお届けしますこの動画を見ることで個人投資家の特徴とそのポジション動向をトレードにどのように活用すればいいのかがわかりますドル円を取引している人にとって参考になるのはもちろんなんかわからないけど相場の動きに乗れないという方にとっては今回の の内容は目目からだだと思いいますぜひ勝負の行方に注目してくださいそれでは早速対決の様子を見ていきましょうこちらは皆さんも関心が高いであろうドル円の週足チャート2021年以降のデータを表示しています見ていただいてわかる通りですねこの2021年のところからずっと上昇が続いていますここの部分ですね一時的に落ち込んでいますがここを除くとずっと一直線に上がっているという状況です この2021年以降の値動きを用いて、要所要所で発表された個人投資家のポジション動向を6つ見ていきたいと思います。 このポジション動向を見ることで、個人投資家が当時どのような戦略で相場に臨んでいたのかがわかりますので、ぜひ注目してください。まず最初に2022年9月12日週に発表された個人投資家の動向について見ていきましょう。当時のイメージが湧きやすいようにですね、チャートの右側を隠したいと思います。こちらがですね、2022年9月12日週の前の週ですね、前の週が引けた時点の週足チャートになります。 はい。で、当時の様子っていうのを振り返ってみると、これ誰が見てもわかる通りですね、この一直線に上昇が続いている状況です。で、当時意識されていたラインというのが、今、月足の方に切り替えたんですが、この1998年につけた147.67という水準、こちらが意識されていました。そしてそのすぐ上には150円という節目の価格も控えていたということになります。で、直近の動きというのを振り返ってみると、 数週間前に該当する2022年8月の末にこの直近の高値を超えてきたと。 いうところにあるんですが、えー、この時に出た報道がこちらですはいこれは2022年の9月13日に公開されたブルームバーグの記事ですが日本の個人投資家24年ぶり安値水準でも円買い越しという記事ですはい中身読んでみると fx の取引所取引で日本の個人投資家が円の買い持ちを抱え続けている円の買い持ちというのはドル円で言うとショートのポジションですね先ほどのドル円チャートで言うと下落方向の動きを狙ったポジションということになります金融緩和を維持する日本と積極 積極的な金融引き締めを進める欧米主要国との間で金利差は広がり、円の先安感は強いが、相場の流れに逆らう逆張り姿勢が残っている、東京金融取引所が運営する FX 取引所、c リ i c k 3 6 5のデータによると、個人が保有するドル円ポジションは2022年9月9日の時点で、何十万枚という売り越しだったというふうに書いてありますはいいいつまり円円をを買っててるる人人ドル円をショートしている人の方が多いとということです。 そしてその後の相場展開はどのようになったのかというと、これは皆さんご存知かもしれませんが、 はい、このようにですね、意識されていた147円のラインを超え、さらに150円を超えるまで上昇して、えー、この150円を少し超えたところですね、そこから日本政府による円外介入というのが発生して、大きく反落した動きということになりました。はい、ということで、個人投資家にドル円のショート、円を買っている人が多いという報道が出た後に、相場は元々の上昇の流れに沿って、個人投資家の動向とは逆方向に動き、一定の値幅進んだ後に大きく反落する動きとなりました。 個人投資家の期待した方向とは逆に動いて、直近の高値も更新したということで、最初の勝負は相場に軍配が上がる、つまり相場を動かしている大口投資家に軍配が上がりました。 では次のケースを見ていきましょう。次は2022年の10月の25日に発表された動向です。2022年の10月の25日というと、ここですね。はい。またですね、当時の状況をイメージしやすいようにチャートの右側を隠しました。で、当時はどんなような状況だったかというと、この2022年の10月の17日の週ですね、この152円の少し手前のところから日本政府の円外介入というのが行われて大きく反落があった、その次の週のことでした。はい。で、この時にどのような個人的 投資家の動向が報道されたかというとこちらです。 はい。同じブルームバーグの記事ですね。2022年の10月25日に発表された記事ですが、個人投資家の円売りポジション拡大。介入でチャンス到来というふうにあります。先ほど一つ目のケースっていうのは、個人投資家の円買いが増えているっていう記事でしたよね。で、二つ目、今回は円売りポジションが拡大しているというものです。円売りですので、ドル円のポジションで言うと、ロングということになります。記事の中に見てみましょう。外国為替市場で個人投資家の円売りポジションが増えている。日本の当局による円買い介入が取り出される中、 この時はですね、まだ本当に日本の当局が介入を行ったのかどうなのか、えー、公式には発表されてなかったということですね。で、円が急反発する場面が増え、個人投資家にとって円売りの好機となっている。 はい。次の段落ですが、外為 .com が公表しているドル円のポジション比率では、ドル買い円売りポジションの割合が8月以来の高水準となった。海外市場で介入の可能性が報じられた10月21日時点で67%と前日の44%から急上昇し、週明け24日にはさらに68%に達したというものです。はい。つまり、為替介入と考えられる動きがあったことで、今度は円売りを狙うポジションが増えてきたということですね。では、その後の相場の動きを 振り返っていきましょう今2022年の年末までの動きを表示したんですけども先ほどの個人投資家の円売りポジションが拡大しているという報道があったのがちょうどここのタイミングなんですがでその後の動きを見るとこのように下落となっています個人投資家は円売りつまりドル円でいうとロングのポジションを築いている人が多い中で一方で相場はそれとは逆方向に動いたということになりますはい今回も個人投資家が狙った方向には動かなかったということでこれで連敗ですね では続いて3つ目のケースですね、見ていきたいと思います。 今度は年が明けて、翌年ですね、2023年4月10日の動向を振り返っていきましょう。当時の状況っていうのを振り返ってみると、2022年の10月に日本政府の円外介入が行われて、そこから大きくですね、ドル円は反落して、一時127円台まで下落しました。そして127円台から反発して、このように少し横ばいのような状況になっていた時でした。それからもう一つあった大きな出来事というのが、2023年の4月になって日銀の総裁が交代になりました。前任者 は総裁という方が務められていたんですが2023年の4月からですね現在も日銀総裁を務められている上田総裁という方に交代になりました当時上田総裁が着任して間もない頃に発表された動向です今度は2023年の4月11日に発表されたブルームバーグの記事「個人投資家が円売りポジション削減上田総裁会見でも先安感強まらず」というものです円売りポジションっていうのはドル円の上昇を狙うポジションですからそれを削減しているということは今度は下方 方向の動きを期待してポジションの調整を行っているということです。で記事の内容を見ていくと、FX で個人投資家が円売りポジションを減らしている。欧米で金融不安や利上げ打ち止め観測がくすぶる一方、国内では金融緩和の正常化観測が根強いことが背景だ。はい、つまりこれ何言ってるかというと、4月になってですね、上田総裁という方が新規に着任されたことで、これからはですね、今まで行ってきた金融緩和から金融引き締めの方向に舵を切るのではないか、そういう観測が出てき いいるということですね。えー、これはちょっとファンダメンタルの話になりますけども一般的には金融引き締めの方向に舵を切るとその国の通貨というのは強含むという特性がありますので日本国内でもですねこの金融緩和を終了して金融引き締めの方向に舵を切っていくのではないかそれによって円が強含むんではないかっていう観測が高まってきたということですねタイドルでの円売りポジションは1ヶ月ぶりの少なさというふうふにあります。ではその後の相場展開ですねどのようになったのか振り返っていくと。 はい。このようにですね、先ほどの記事が発表されたというのが、ここの時点だったんですけども、そこから上昇して、ここの直近の高値ですね、ここを超えていく流れとなりました。個人投資家はここからですね、下方向の動きを狙ってポジションを調整していたのに対して、相場をそれとは逆行する形で上昇していったという動きになりました。 はい、で、この3つ目のケースに関してはですねこの2022年の10月からのこの下落の動きこれに対して完全に逆行というわけではないので1つ目と2つ目のケースとは少し事情が異なるんですがただですねこの個人投資家のポジション動向の方向とその後の相場の動きの方向っていう観点で見ると着目すべき面白い特徴かなというふうに思いますねはい今回も個人投資家の期待する方向には動かなかったということでここも相場に軍配が上がったということになります これで個人投資家勢力は3連敗になってしまいましたけれども今回6番勝負ですからまだ引き分けに持ち込むチャンスは残っています。 それでは続いて4つ目のケースについて見ていきましょう。4つ目はですね、今年2024年に突入して2月21日に公開されたものです。また当時の状況を表すドル円の週足を表示しています。当時意識されていた高値というのが2022年の10月に為替介入が行われた時の高値です。そして直近の動きというのを振り返ってみると、2023年の年初からこのような上昇トレンドが発生していました。2023年の終盤に差し掛かってですね、この151円台のところから一旦 大ききく反落はしてきた,んですけどもただこの2023年から続いている上昇トレンドは崩れていないといった状況でしたそしてこの140円台からこのように反発してきた局面だったんですが2月の末に出た報道がこちらです2024年の2月21日に公開されたブルームバーグの記事です個人投資家が150円台で円買い戻し介入リスク警戒 円安の余地も拡大もというふうにあります。記事の内容を見てみると、個人投資家は先週の1ドル150円台への円安進行局面で円の買い戻しに動いた。この先週の1ドル150円台への円安進行局面というのが、先ほどのチャートであったここの部分ですね。通貨当局による為替介入を警戒しての動きだが、新たな円売りの機会を伺う動きも見せており、円一段安のリスクを高めている。次の段落ですね。東京金融取引所の外国為替証拠金取引、クリック365でドル円の縦 は2月13日のの時点で過去最大のドル売り越しつまり円買い越しとなった特にドル買い円売りの縦玉が昨年10月以来の大幅減少となり同日に米国の消費者物価指数の上振れを受けてドル円が約3ヶ月ぶりに150円台に乗せたことで利益確定の円買い戻しが活発したというふうにありますつまりですねこの報道が出る少し前までは個人投資家のドル買い円売りの縦玉っていうのも存在していたんですけどもドル円のレートがですね150円台に乗せたことで つまり先ほど見たこの151円のラインに接近してきたということでそのドル買いポジションの利益確定の動きが出ると同時に今度は一転して過去最大のドル売り越しのポジションとなったということを言っていますつまりこの2022年に介入が発生した時の高値に近づいてきたことでここからですね下落方向の動きを狙ったポジションですねドル売り円買いのポジションですのでえここから反落していく方向のポジションということになるんですけどもそういった動きが顕著になってきたという報道ですはいただ先ほど見たようにこの この2023年からのこの上昇の流れというのはまだ崩れていない状態ですので相場の上昇の方向性とは反対のポジションを構築し始めたという状況だったということになります。はい、で、記事の続きを見ていきたいと思うんですが日本の個人投資家の FX 取引は世界の同取引のおよそ3割を占めると言われている金融先物取引業協会のデータによると2022年の取引高は過去最高の1計2000兆円に達し 2023年もほぼ同水準だったこうした個人は相場の動きと反対のポジションを取る逆張り傾向にあり円売りを拡大している海外機関投資家と対照的な動きだ。というように書かれている通りですね今回お話ししているテーマっていうのは僕が個人的に思っていることをお伝えしているんではなくてこういうところで報道されるくらいよく知られた特徴だということですね。はいではこの動向が発表された後の相場の動きについて見ていきましょう。 このようにですね個人投資家が円買い戻しドル円の下落を見込むポジションを構築し始めたという報道の後相場はそれとは逆方向に動きこの直近の高値である2022年の高値を超えてくる形となりましたはい今回も残念ながら個人投資家勢力の狙う方向と逆行したということで相場に軍配です そして前回の記事から大体1ヶ月半後ぐらいですね今度4月の半ばぐらいになるんですけども今度はこのような記事が出ましたでここからの2つのケースがですね本当によく特徴を表していますので注目してくださいはいその4月の半ばに出た記事というのがこちらですブルームバーグの2024年4月10日の記事なんですが介入期待の個人投資家過去最大級の円買いで逆張り海外税と対照的円相場が34年ぶりとなる1ドル152円に迫る中個人投資家は過去最大規模の円買いポジション を抱えながら通貨当局による円外介入を待ち構えている介入により円が急反発する局面を捉えて収益を得るのが狙いでその姿はさらなる円安進行を見据えて円売りポジションを積み上げる海外投資家と対照的だ。 相場の流れに逆らう逆張りの取引スタイルで知られる個人投資家は1年半ぶりに当局が円買い介入を再開することを期待している鈴木財務省や神田財務官が円安牽制を繰り返す中市場では1990年7月以来の円安水準となる152円が介入ラインとの見方があるストラテジストは介入が実施されれば2022年のように円を5円程度押し上げる可能性があると予想しているというものなんですがこの後の動向ですね皆さんもご存知だと思いますがこの あとどういうい動きになったのかっていうのを見ていくと今度は日足を表示してるんですけども先ほどの記事が公開された4月10日がここの大きなローソク足ですこれは4月10日が引けた時点のローソク足なんですけどもこの後の動きを見ていきましょうこれは皆さんも記憶に新しいと思うんですけどもゴールデンウィークの初日ですね4月の29日に一時160円を突破するまで上昇してそこから為替介入が発生してこのように大きく下落しました。 この動きなんですけども、一つ目に紹介したケースと同じパターンであるということがわかると思います。どういうことかというと、2月と4月にですね、個人投資家がドル円の下落を見込むポジションを構築し始めたという報道が出た後に、相場はそれとは逆行する方向に上昇を続けて、ある程度の値幅動いたところで、このような為替介入のようなイベントが発生して大きく下落するというパターンですね。 まあこれ本当にもう見てわかると思うんですけども個人投資家のその動向を嘲笑うかのような動きになってますよねはい今のところスコアは0対5になっていますがまだ残り1勝負ありますのでなんとか1ポイント獲得できるか期待しましょうでは最後6つ目のケースを見ていきましょう6つ目は2024年6月23日に発表された動向ですチャートはその前の週が引けた時点での週足を表示していますではこの当時に発表された動向を見ていきたいんですがそれがこちらです2024年の6月23日に公開された記事 ですがごっつん再び狙う FX 投資家円安加速で高まる為替介入リスクというふうにあります、えー、ここを見ていただくと介入に備える国内 FX 投資家のタイドル円外ポジションが再び増加というふうにありますはいでこれだけ見てもですねもうデジャブ感満載と言ったところなんですが、えー、中見ていくと はい、FX 投資家が政府日本銀行の介入待ちでドル売り円買いの持ち高を積み始めた。はい、同じパターンですね。円安が一段と進行する中、相場の流れに逆らい、一獲千金の機会を狙っているというものです。その後の相場の動きというのを冷やしで見てみると、 はい、このようにですね、4月に行われた為替介入の高値を超えるまで上昇が継続しました、個人投資家のポジション動向とは逆方向に相場が動いているということがわかると思います。はい、ということで、残念ながら、個人投資家勢力は6戦全敗という形になりました。 さてここまでですね6つの事例というのを紹介してきたんですが、えー、3つ目のケースを除いてですね残りは見事に逆行して損失を被るような動きになっていることが分かったと思いますで今回の動画なんですけども僕が当時ですね個人的にスクラップしていた記事を元に作成しているんですがこれ以外にも同じような個人投資家の動向の記事というのは出ていたかもしれませんで中には逆行現象が見られない場合もあると思うんですが注意しないといけないのは今回紹介したように相場の動きと逆行するような個人投資家の動向が出て 来た時というのは注意しないといけないということが分かっていただけたかなというふうに思いますで、ここからはですね個人投資家と機関投資家の特徴についてもお話ししていこうと思います動画の冒頭で相場の2大勢力は個人投資家と機関投資家であるというふうにお伝えしました 個人投資家というのはいいですよね。僕らのように個人で個人の資金を運用している人たちのことです。一方の機関投資家というのは組織で大きな資金。これは顧客から預かっている資金であったり、自己資金の場合もありますが、いずれにしても巨額の資金を組織で運用している人たちのことを指します。大口投資家と言ったりもしますね。銀行や証券会社、保険会社、年金基金、あとはヘッジファンド。これらが機関投資家の代表例です。そして相場を動かしているのはこれら機関投資家と呼ばれる人たちです。 じゃあ、個人投資家にはどのような特徴があるかというと、これは相場の流れに逆らう逆張りが多いということです。今回紹介した6つの例を見ていただいて分かったと思うんですが、ポジション動向を見ると、ことごとく相場の流れと逆方向を狙ってましたよね。この動画を視聴していただいている方の中には、日本人の個人投資家ですね、海外ではミセス・渡辺なんて言われたりもしますが、日本人の個人投資家は逆張り傾向にあるということを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。でこの個人投資家の逆張り傾向ですね、日本だけではなくて、 世界的な傾向と言えますえ実際英語圏でもそういった記事を目にすることは少なくないですし日本はですねもしかしたら特にその中でも逆張り傾向が顕著なのかもしれませんが冒頭で紹介した個人投資家と機関投資家のポジション動向を専門に発信する英語圏の YouTube チャンネルも存在するくらいですからそれだけ注目をしている人が多いことの証でしょうではなぜこのように逆行することが多いのかそこについても考えていきたいと思います。 はい考えられる理由の一つというのが個人投資家には逆張り思考が多いということです冒頭でも紹介した通り特に日本人はですね逆張り思考が強いというふうに言われています日本社会って出る杭は打たれるっていう言葉があるくらい日本人って他人と違うことを嫌うとか人と同じであることを好むとかよく言われますけどこと投資に関しては流れと逆を行く性質があるこれは非常に面白い特徴だなと思いますはいではなぜそのような逆張り思考になってしまうのかっていうところなんですけども これは僕の推測でしかないんですが、やはり強欲が前面に出た結果なのかなというふうに思います。強欲のあまり安易に相場の転換を狙うことが多いからなのかなというふうに思います。そしてそのような相場と逆を行くポジションが相場を動かしている大口投資家にとっては燃料となってトレンドを継続しやすくなる。 つまり上昇トレンドの中で売りを仕掛けている個人投資家というのは、個人投資家のポジションというのはあくまで一部にしか過ぎないんですけれども、大口投資家から見ればまだ買っていきやすい状況になっている。 結果として個人投資家の方向とは逆方向に相場の流れが継続していくことが多いというものです。はい。あとはですね、投資もトレードもトレンドフォローが王道っていう基本を知らない個人投資家がまだまだ多いのかなというふうにも思います。個人投資家と一口に言ってもですね、何十年と相場に関わっているベテランの方もいらっしゃいますし、まあ、一生懸命ですね、相場のことを勉強している人もいます。でもそうではなくて、普段は投資には興味がないんだけれども、例えば日経平均が史上最高値を更新したっていうようなニュースが街に 溢れてくると自分も株をやってみようかなっていうふうに思ったりとか円安がまた進んだからまた介入があるかもしれないじゃあ円を買っておくかっていうふうに相場に参加してくる普段投資とかやらないならなおさらそういうふうに思うのって自然だと思うんです。 僕自身もですね、自分で株を始める前であれば、そういったニュースが出たら買おうかなって考えていたと思います。はい、そういったように、普段それほど投資には興味のないという意味での大衆ですね。えー、今回紹介している逆行のポジションの代表格なのかなというふうに思っています。では最後にですね、個人投資家のポジション動向を利用したトレード戦略についてもお話ししていきたいと思います。えー、これは一言で言うと、相場の方向と逆行する個人投資家のポジション動向が出たときは、 相場の方向を狙っていいくととうことですはい、今回紹介した例を特徴としてまとめると、相場の方向と逆行する個人投資家のポジション動向が出てきた時というのは、まだ個人投資家が期待する方向には動き出さないことが多いということが分かっていただけたかと思います。特に2022年と2024年の3回の介入時の個人投資家の逆行ぶりというのは非常に顕著だと思います。つまり、相場の方向と逆行する個人投資家のポジション方向が出てきた時は、 相場の方向に沿ったポジションを狙い続けるというものです。個人投資家の逆を行け。相場が大衆を設けさせるように動くことは稀。この二つを念頭に置いて、これからの個人投資家のポジション動向に注意を払ってみてください。今回の動画参考になったという方、またですね、こういったポジション動向に関するテーマについて興味あるという方は、ぜひ高評価をいただけると、次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。